皆さんこんにちは。日本人の神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、7月の27日、最近またビッグモーターのニュースが流れてますけども、昔からです、ビッグモーターのニュースが流れるのは、東京都本社の中古車販売店のようなんですが、もともと無理があります。まあその分は一旦置いておいて、最近会長としてテレビに出られていた方が本当に2023年の7月下旬の方かどうかわからないです。何回か見たことあるような気がするんです。で、社長の方も正直見たことあると思うんです。で、もう何年前からそのニュースを定期的に使用しているのかわからないんです。で、私の方でもで、その、この間流れた社長の方にお伝えしたのは、もともと賞与、要するにボーナスですね、払う義務はない、これが労働基準局の回答なんです。何回聞きに行っても。で、それだけで、過剰競争になると思うんです。みんな自分のその大したことない基本給プラス売上を上げて、しっかりとした売上を上げて、要するに純利益ですね。で、ボーナスの方を払ってもらう。まあ、これは、まあ、借り入れ云々とかで、もともと店舗を作ってしまったりしている以上を、そこで、購入している、機材だとか、そういったものの返済等を考えると、やはり、まあ、ある程度の将来への見通しを立てて、経営者側もお金をある程度しか払うことができない。これが現実なんです。で、まあ、ビッグモーターさんも昔からありますけども、そもそも人口少子化でしょう。だから、あんまりにもいろんな、本当は順番に倒産していくっていうのは本筋なんですけども、あんまりにも、飲食店関係とかね、お客さんが来ないっていうから、中国の方から海外のお客様来ていただけませんかっていうことを中国政府の方に、私の方から陳情したんです。請願法による、まあ日本の政府投資だとは思うんですけども、まあ少しずつでいいですと。まあそれは中国の方の万里の長城とかで、あんまりにもその観光シーズンとかにね、人が集まりすぎて、で、その日本の明石歩道橋事故みたいに押し合いへし合いになって将棋倒しに人がなってしまった場合、もう誰も起き上がれなくなるんです。体が絡まってる状態で、もう痛い痛い、抜いてって言ってるんですけども、どこから解きほぐしたらいいか分かんないでしょう。で、それをできる人間いないんです。後ろの方と前の方のまだ無事な人が順番に助けてを起こしてあげなかったらならない。だから中間にいる人なんか、もう何時間後にそこまで到達できるかわからないですよ。で、後ろにいる人たちに、もういいからもう向こう行っといてと、もう体力がある人間でするからと、要するに力のある人間、その筋力的にね。だからそういうふうな活動を早急にしなきゃならない状況とか出来上がってしまうので、あんまりにも人が密集してるんであればということで、まあ、来ていただけませんかということで中国政府にお願いしただけなんです。でもこれエネルギーの残存量問題で、もうわざわざもう別にどうしても来たいっていう人だけでいいですと。その意図的に、特にまあ会社のお金とかを使用して日本に来ようとする方たちっていうのは、まあ逆にご遠慮していただきたい。まあこれがもう実際的な本音ですね。もうエネルギーの残存量問題がここまでしっかりと計算してなかったっていうことを、私の方としては愕然としています。いいですか。世界国税税という国連が集計してきたデータで、技術的採掘可能な埋蔵量が数年経過しても同じだった国がいっぱいあったんです。これはおかしいと。多分サウジアラビアさんで例えると、石油アラムコという一番手の石油企業があって、そこは王族の方が、まあトップ、要するに会長か社長になられてるんです。で、その元で、まあ、掘削工事から、石油の、まあ、上流とかを、上流って言ったらいいんですかね、まあ、加工と言ったらいいんですかね、軽油に分けたり重油に分けたり、
レギュラー、廃屋、どういうこういうふうな形で、まあ、してる部分はしてると思うんです。あと海外への販売に関しても多分加工されてからなんじゃないかなという部分もありますし、もともと日本でも岡山県とかで、石油をその各あの重油、軽油、廃屋、レギュラー、灯油、こういったところに加工するようなところもあったんです、昔。今どうなってるかもう僕も分からないんです。で、今言いたいのは、大手一社さんで行ってしまうと、いくら採掘した量、採掘したのか量を測らなくなっちゃうでしょ。流れ作業になってしまいますから、効率化を求めすぎても。だけどもそこはしっかりと計測しなかったら、ずーっと技術的採掘可能埋蔵量がずーっと減らないんですよ。そんな わけわかんない話ないですって。ね。だからちゃんと計算してくださいって言ったのが安倍政権ぐらいの頃で、それが世界中に伝わります。もともと国連から上がってくるデータは2年後ぐらい一般人の方に開示されるの、世界各国が集計してですから。だからものすごい時差が出てくる。だから最近になって2019年の国連発表の技術的採掘可能埋蔵量の石油のデータは69年分だったのが、2020年発表で 53.5 年分まで一気に変わったんです、数字が。で、日本のメタンハイドレートなどもいつから本当に掘削していて、もう昔からのニュース流されると、もう僕もわけわかんなくなるんです。お手上げなんです、はっきり言って。いつ本当に掘削を開始したのか、これ正直に言ってもらわなかった。で、採掘した量をしっかりと計測していただきたいんですね。それしてもらわなかったら見通し立たないんです。で、まあ基本的に天然ガスの7割は石油は揮発したものだと考えてください。もともとああいったものは植物とか、虫とかの死骸等から、石油に変わってる、この説が有力な説なんです。で、地面の内部で当然気化しますよね。で、それがずっと、まあ、石油を採掘しなかった場合、気化してガスだけになる。これが事実なんです。だから、カラフト、日本の名称、旧名称で言うと、今の現在名称はロシアのサハリンということなんですけども、そちらは天然ガスを採掘しているのは、およそのところですが、すべて石油が枯渇している可能性、もう ほとんどでいいかもしれません。まあ、1割ぐらい、そこの方に石油残ってるかもしれませんよ。それが石油が揮発しているから、その天然ガスを採掘している資源に限りはある。これでいいんです。で、液化天然ガスにしてますけども、それはあれだけ北海道よりも北のところですから、冬はものすごく寒いっていうことは分かりますよね。で、金属はものすごく冷たくなるっていうこと分かりますよね。放っておいても液化ある程度できますっていうことなんです。そういう冬の時期であればね。だからそこは効率性なんです。で、型や上流に関してはある程度熱を加えなかったらできないので、そこはサウジアラビアとかアラブ首長国連邦とかそういうことなんです。で、石油を採掘しているときに一緒にガスも採掘されるんです。石油が気化しますから、ずっと内部で、こういうことなんです。で、ビッグモーターさんの話に戻しますけども、まあある程度ね、そのまあ商用の部分に関しても会社の見通しの話まで出てこなかったら、いくら払えるのかどうかの話もありますし、シューバー株式会社で例えますと、私なんか4年目の頃ね、時間給850円、まあ多分最低賃金法でしょうね。本当は車の免許を持ってるし、危険物取扱いの免許を持ってる、もうその当時ぐらいの頃かな、2005年6年ぐらい、2006年7年それぐらいの頃ですから、それぐらいの頃からガソリンスタンドの自動化が始まって、危険物取り扱いの兵士がいらなくなった。もうそれは免許証として扱いません。オツからです。オツコーダンです。まあ順番で言うこと、上がコーで、その次がオツで、その下が兵なんですけども、その辺のところはね、まあ、効率性、筆記試験にあんまり意味がないという部分ですね。
普通火がついたら危ないことぐらいみんな分かってますから、そこで免許証云々とか言ってる時点でね、どうかしてるんですよ。で、ちょっと待ってください、電車通ってうるさいでしょ。そのビッグモーターさんに関して、その東京都に本社がある時点で正直変ですし、一番驚いたのはね、その社長さんがそのボーナスの話で労働基準局は、絶対支払わなきゃならないっていう義務はありませんって言ったことを僕が伝えた時に、え、本当って言ってたんですよ。いいですか、テレビで CM を出してるような会社の社長さんでも法律そこまで分かってないんです。だからノルマとか言っちゃうんです。いいですか、修理とかされてるところですよね、多分車検もメインで、車検がメインなんでしょうね。だけども車種がねこれだけ乱立してると、全ての車持ってこられても車検する人も結構大変だと思います。あとパーツ交換とかする人ね、車検の時にパーツ交換とか必要になってくるとか必要になってきます。それしなかったら本当に僕も今まで本当に通勤用ぐらいでしか車買わなかったんですけども、まあまあそれはもう買ってしまったらどこかに移動するときに車使ったりとかするようになっちゃうんですけども、まあまず秀和株式会社自体、交通費支払ってもらったこと一回もありません。850円でしょ。一応4年目にボーナス10万だけもらったことは人生一回だけあったんですけども、よーく思い出すと、あと何々尽くし、住居手当ない、扶養手当ない、もうこの時点でね、交通費のところも、これ政府はね、交通費に関しては一月上限2万5000円までっていうことの上限付きだけど、それまでは絶対会社は支払わなきゃならないですよ。これつけてあげなかったら無理ですっていうのは、神戸電鉄とこれね、人材派遣会社の人とか、まあもうその辺の経営者の人たちも同じですよ。聞いてそこまで法律分かってなかったら、電車が止まるっていうこと頭の中入ってないんですよ。そうなったらどうやって帰ってきます。タクシー拾うしかないでしょ。定期代なんかで私は絶対ダメなんです。ね、たくさん人を雇うから管理する人をたくさんつけなきゃなんなくなるんでしょ。パソコンの中とかややこしくなるでしょ。人数増えるから。違うんですよ。正社員雇用でいいんです。で、子供が生まれたら子供の子育てに女性は専念してもらったらいいんです。どっかに預けようとかそういうことじゃない。まあ、保育園とか幼稚園とかわかりますよ。保育園とかの預け方でテレビのニュースでむちゃくちゃだったのが、0歳児からとか、もうわけのわからん保育所のニュース流してたでしょ。あんなものもう違法行為で取り締まったらいいんですよ。3歳超えるまで親はしっかり面倒見なさいって。まあそれぐらいですね。だから会社に保育所とかそのわけのわかんないことを言い始めた人たち、だから会社のお金、純利益が出た時とかにどううまくお金を運用するのかとか、経済番組の社会の現実分かってない人たちが言い始めるでしょ。分けとかなかったら仕事場に子供なんか連れてこられたらめちゃくちゃなりますよ。わかるでしょ。だからテレビのニュースを見てみんな常識がなくなってしまう、これが現実ですから、テレビで放送しちゃダメですよって私に言われたらもう放送しちゃダメなんです。いいですか、それしてもらわなかったら無理なんです。あなたたちが社会をめちゃくちゃにするから。で、あなたたちがもともとね、元総理の孫だったり国会議員とか大臣とかの娘息子だったり、もともとアナウンサーの家系だったりね、大企業の役員とか課長以上とかの娘とか息子だったり、無理ですって。いきなり大卒なんかで、大学なんか行ったら余計頭おかしくなりますから。税金の使い倒しを覚えるから。ハーバード大学なの、何大学なの。帰ってきたら東大首席の人間がカジノ褒め始める。赤字だって言ってるんです、ラスベガス。世界中少子化ですよって言ってるでしょ。ね。20年もそれ経過してるのに覚えられない。これが東大主席の実態。当たり前ですよ。東京都の大学だけでランキングなんかいらないんです。ね。兵庫県の人間に東京まで通えって言うんですか。
無理でしょ、最初から。量があるとか言い始めるんですよ。そんなことするからそこに人が集まってくるんです。大学のランキング付けなんかするから。いいですか、大学なんか世界中でランキング下がりっぱなしで、高校のランキングが上がってこなきゃなんないんですよ。高卒で社会に出てきた人のランキング、何人輩出してきたかって、そこで社会実績どれだけ積んだかって、どれだけ言ってることがまともかって、税金の食らいつきなんか絶対しちゃダメです。はい、大学行った時点で終わり。税金の食らいつきしてる。高校まででも税金の食らいつきしてるんですから。中学もそうでしょ、中学生もね。進めば進むほど学歴社会がね、キャリアが上がれば上がるほど税金たくさん使ってきました。犯人なんです。学校の先生が職場を求めるために大学はできたんですから。わかりました、この社会の実態。いらないですって、法律の世界がめちゃくちゃなんですから。仕事場で現場出て働かなかったら実感なんか誰も持てないんですよ。社会に出て何年もいろんなところで働いて、いろんなことを経験した人間が、最終的に弁護士さんなしでも勝訴を取るような人間がアナウンサーになったらいいんです。エネルギーの残存量問題とか、先進諸国は過度の少子化ですから、少子化問題とか農業問題とか金属の残存量問題、地震がなぜ発生するかについてなどを覚えた人間だけがアナウンサーになったらいいんです。現場にインタビューしに行く人もですよ。もうこれかなりの社会経験積まなかった、無理です、最初からね。家計だけで高級トリオを作ろうとするからですよ、テレビ局という化け物でね。あんな嘘の不相本山どうしましょう。今まで積み上げてきた嘘の、放送してはならない内容の放送、常識あなたご存知ですかって法廷で言われますよ。言われた人、私傍聴席で何回も見ましたから、見たことありますから。あなた常識をお持ちですかって分かってるんです、裁判官も。こんなにややこしい法律いっぱいあったら話めちゃくちゃになるってね。テレビの CM を出してるような会社の社長が労働基準法すら分かってないんですから。週は株式会社も供託金巻き上げるだけ巻き上げて、僕にお金いつでも返してくれてないですから。巻き上げるだけ巻き上げといて、何のために任意保険とか入ってるのかね、長時間労働させていた会社の方が悪いんですから。さらにその後、私居眠り運転で一月370時間働かされてましたから、それもう僕は週4日の方がいいって言ってたんです、勤務日数。それ週6日にされたんです。新人が入ってきて、そいつは交通事故を起こして、お前どうすんねんって言ってきた人間がいるんです。元北神戸店の店長で、もともと同期だった人間、その後、その時スマ店の人間で、その時の北神戸店の店長は途中で大怪我して離脱しました。他の人間がその巡回してる日、要するにまあ販売しに行ってる日ですね、カバーしなきゃなんない。もうほとんど、もう多くの人間が週6日の出勤とかですよ。1月370時間、生き残れた方が、まあというか交通事故を起こさなかった方が奇跡。まあ僕は4年目で大きな交通事故を起こしましたけども、高速道路で居眠り運転で横転事故、単独事故だったからまだあれだったんですけども。なのにお前が悪いだのなんだのめっちゃくちゃに追い込みかけられて、1週間ぐらい無賃金労働させられましたから、そのお金も払ってもらってないで、それを裁判所に訴えて、その前にも弁護士さんなしで勝訴を一件取ったくらい、最初は弁護士さんありで一件勝訴取った後、あ、裁判とはこういうものなんだなっていうことが分かったから、もちろん六法全書とかも、土星六法も購入しますよ。で、秀和株式会社訴えて、ついでに神戸北区役所で1時間ぐらい説教を述べてきた、敬語なしでね、でその人の件も高等裁判所に挙げました。高等裁判所は刑事事件以上です。中途半端な内容をまず地裁に挙げてしまったので、棄却してきます、即時抗告をします。この手順だったと思います。で、高等行った頃には内容揃ってる。で、いいですか、法廷に出廷してこなかったら、原告の言われたままに物事は進みます。それで裁判官は判断しますから。少しでも何かこういう事情があるとか裁判所に出てきて言わなきゃならないんですけども、言わなかったらとんでもない慰謝料とかになります。
で、上の人間とかかばおうとして、その公務員の件の方ね、スラーッと出てきました。その時私精神病院に入れられてましたから。で、秀和株式会社の方を、もう状況が、もう精神病院いつ出してもらえるかわからないっていう状況だった。だから隠蔽に動こうとしたんだと思いますよ。公務員を訴え始めたから。これがこの国の実態。で、家族は連れてきたことにしてるんですけども、その家族に、私の家族にいろんな人間がいろんなことを言ってきたみたいです。テレビ出演者とかね、特に。だからテレビ出演者にも多くの責任がある。最初家族が精神病院に連れて行ったっていうことにしてるんですけども、春山整骨院とかその当時建てていて、喧嘩売ってくるやつ多かったでしょ。だから、それでいいんです。テレビに向かって喋ってあんなのや法律なんかないんです。内容なんですよ、重要は。今までテレビ局が悪いことをしていたスポーツ業界も国の税金使って横領事件いっぱいしていた。だけども横領事件として扱われてない。誰かがストップかけなかったエネルギーの残存量問題で全員死ぬんですから。ほとんどの人間は日本人1億人以上。ね、急にガスとか石油とか輸入止まったらウラン鉱も含めて石炭もお手上げですよ。電気発電できない、物流は全部止まる、スーパーマーケットに食料品なんか並びませんよ。海外からの輸入も止まりますから。日本は多くの食べ物を海外から輸入して生き延びてるんですから。そんなにシンプルなことを社会に出たら忘れてしまうんでしょって。だから学校教育もいらんこと、まあ、余計なことたくさん教えすぎなんですって。だからこういう事態に。だから大学なんかいらないっていう話になってくるんですよ。まあ今、2023年7月27日の救いは、海外が万博に関して出展ね、一切参加しませんよって言ってくれてるところ。それだったらカジノもいらないじゃないですか。ね。で、オリックスさん、あなた自分のところだけで責任持ちますのって。無理です。ギャンブル後遺症だとかそういう風な形で、もう別に病名とかなくてもいいと思います。病名作ってしまうと、それを理由に精神病院に入れて、精神病院の医者どもが稼ごうとするでしょ。もともと医療業界が腐ってるから、ワンピースでもイム様っていうのが出てきたんです。医療業界のイと、事務員のム、イム様。実質的な労働力なんかほとんどないんだから。医者におむつ交換とかさせたらいいんですよ。彼らが一番楽してる。余計な薬とか販売して金儲けしてる。外車とか乗り回してる。これが実態。で、2020と東京オリンピックはまだ言い張ってますけれども、開催されたのはコロナウイルスで、影響があって、2021年に開催されたんです。そこからして検索しにくくしようとしてきて隠蔽するでしょう。そりゃそうですよ。税金9600億円以上使ったんですから。オリンピックで。それを許さないという勢力とかまとも側の勢力なんです。で、その頃私を精神病院に入れる段取りとかを春山整骨院や警察官らがし始めて、7月上旬ぐらいからそういう話し始めたんでしょ。全部あの世の方たちとかお見通しですから。大雨、日本中大水害。その後精神病院入れられてる時も頭悪いのに、僕より頭良くないのに、僕より世間のこと分かってないのに、私に指示なんか100万年早いんです。本当に年齢なんかで物事見るからですよ。正直言いますよ、巡査部長を50歳にもなってもしてる人なんでしょう。無理ですよ、その人。普通それぐらいの年齢になったら警部補以上になってますよ。怠けすぎてたんです、勉強。もうけどね、国の試験とかもどれだけしょうもないか見ましたから。公務員の上級試験。要するに一級試験ですよ。いきなり課長以上になれるとか。逆に言うと、その一級試験を通ってなかったら課長以上になれないとか、そんなよ。どうしようもないようなルール作ってるから、世の中のこと右も左も分かんない人間は上行ってしまうんですよ。税金の食らいつきをたくさん覚えてる人間は上行く。その社会が当たり前だと思っていた。阪神淡路大震災があったのに神戸ウイングスタジアムを作っていた。もう4万人規模、4万人ぐらい入るスタジアムが神戸市西区にあったんですよ。綺麗なの、ものすごく綺麗なの。で、余計な仕事を減らさなかったら、
エネルギーの消費量は増えっぱなしになるんです。で、世界中の車の半分はいらないんです。どう考えても。オートバイなんかいらないんです。そもそもで言うと、警察官と新聞配達と郵便局の人だけ。あと、オートバイがいりそうなところなんかないです。郵便配達の人は、細い道とかで、上り坂とかがあるから、しょうがなしにするんです。元競輪とか、運動部の人とかが、自転車で昔は郵便配達してたでしょ。だからこれは無茶言いませんよ。アップダウン、要するに、上り坂、下り坂がたくさんあるところは、さすがにオートバイを利用しましょう。ありの中町とかぐらいだったら、ほぼ平坦ですから。自転車で行け、大丈夫ですよ。もうその郵便物が全部軽いんですから。ね。はがきとか、封筒とか、軽いじゃないですか。そんなもん100通あったとしても、1キロぐらいありますかどうですかぐらいの世界でしょう。それ運びますって自転車で。それ以上1日で配達するようなんかないでしょ。ありの中町限定で言うとね、そんなに家の数ないんですから。もう商業施設も含めてですよ。昔は黒猫ヤマトさんが自転車こう入れたでしょ。だから郵便局、だから封筒関係とか郵便局は何を今でも、その、往生際よくしないのか、エネルギーの残存量問題の方が先だから、平地のところは自転車で配達しないと。そのためにも、ね、御社のあたりも郵便局あるんですから、岡場駅の近くにもありますよ、郵便局。田尾寺駅の近くにもありますよ、郵便局。3カ所もあるんですよ。3つの駅に対して。あ、まあ、藤原台は自転車はちょっと無理あると思うんですけども、しかし体鍛えたい人からしたらお金稼ぎながら、それでもいいですよっていう人いると思いますよ。だから誰かっていうと、運動部の学生さん。で、もう今の時代そんなに配達するものないから、数時間勤務で終わるんじゃないですか。配達する順番、効率よく回ったらいいんですから。その上り下りも含めてね。何丁目がどこで、何番地がどこでっていうことが大体分かったら、それ簡単に頭の中で組み上げれるはずですよ。まあ、話だいぶそれましたけども、まあ、ビッグモーターさんの件についてです。これがまあ、この世の中の実態です。もうこちらが聞きたいですね。どういうふうな会社の人事で社長さんになれたんですかって。だから、パーツ交換とかでしょ。まあ、車検でパーツ交換わかるんですけども、実行者での修理だったら、実行者増えた方がかわいそうだから、事故者減った方が、ああ、よかったよかったの話なんですよ。で、人口少子化だから、ノルマなんかもともと無理ですよ。会社の規模ずっと縮小ですよ。どこも。それ横ばいで安定させようとするから余計に車を売っちゃったんでしょう。これが自動車業界の業、なりわい。なりわいと書いて業というもんです。あれだけ F1 なんかしちゃダメですよって言ってたのに、まあこれもいつのものかわからないんですけど、千葉県のサーキット、もうコースアウトしたら死ぬような仕組みになってるでしょ。もう最初から作らなかったらいいんですって、サーキット場。で、もう埋め立て地作ってしまったところは、そこは、近隣に人は住んでないんだった、あ、もうこれ話分けましょう。あんまり動画長くなったらどこ探したらいいかわからなくなりますから。以上です。